ロちゃんさんありがとう。ホクピグさん夜ご飯まだ食べてない、この時間なんだろう、まずいね。何がいいかな、なんかあったかい、あ、おでん、おでんMJ さんグレート、ありがとう。佐藤さんも焼きありがとう。もうね、今日はリハやって、その後はずっと居残りしてた。一人、いつの間にか一人になってしまっていた。明日も朝からリハです。頑張ろう。いつの間にか一人多くない？そう、いつの間にかね、いつの間にか今日は9時半以降になっちゃっていました。何時までしてたんだろう。よたちさんありがとう。余裕なかった、うん、見てる余裕なかった。葵ちゃんさん、ゆたあちさんありがとう。疲れてるように見えないけど、あ、それはよかった。うん、なんだっけ、あ、そうだ、ファンの方からなんかいただいたやつが、誰からだろう、宛名が分かりませんが、なんかガチャガチャガチャ、あ、私が好きな、最近好きって言ってるやつだ。何これ、あ、ブルーハムハムの、ラバーコードグリーン、あ、コードをあれしできるやつだ。なんか充電コードとかをこうくるって丸めてまとめれるやつや。ガチャガチャありがとうございます。これは使わせていただきますね。かわいい。エリハナさんありがとう。葵ちゃん様ありがとう。ヨタアチ様ありがとう。あとハンドタオル、かわいいアイディが好きなキャラクター、最近かわいいね。あ、この子もだ。ブルーハムハムっていうの、ヘッドホンしてるハムスターなんだけど、多分かわいいね。あのぬいぐるみ、ちっちゃいぬいぐるみが届きました。ありがとう。誰からだろうな、ありがたく受け取りました。ありがとうございます。ブルーハムハムだよ。
覚えてください。おわい、ありがとう。ブルーハムハム。可愛いっていうか最近ハマったんですけど、なんかね人気らしい。人気なのかな。あとは帽子も届きました。そう、帽子が欲しいって言ってたから届いたわ。え、かわいい。目がうつろ。そうなのよ。ニューエラなんだよな。さすが帽子、ニューエラ帽子。なんかインクがなんかいい感じの。キャップ女子。いいね。明日のリハから買う。お仕事の時にかぶろう。ありがとうございます。嬉しい。たったんすね。ありがとう。ベーコンさんありがとう。葵ちゃんさんも毎日かぶるんで、お仕事行くときはかぶるんですけど、ほとんどねお仕事行くからね。まあの送ったのも近いうちに届く。なんだろう、楽しみ。月さんありがとう。企業後半デビューが4周年。明日で4周年か。おお、え、そうなの。明日これもファンの方からいただいたやつだな。戦いいただいてる。やっぱ使いますよ私。めちゃめちゃ使うし着るしします。葵ちゃんさんありがとう。ツイッター見てください。更新した。なんか T シャツをね、あの高校生の時に買った T シャツを持ってってなんかビフォーアフターみたいな、ちょっとは成長で、17歳、嘘だ、17じゃないか、16歳の時だ。あれ16歳、高校2年生だから、私は2月生まれなんで、その前に行ってるから16歳、まあ17の前に行ったので、5年前くらいなんですけど、そうなんか懐かしいと思ってちょっと持ってった T シャツ。そうそうそう、
難しく足めっちゃ遅いよね今思うと。あでもほあれだからね、骨格ストレートだから足はもともとつきづらいはつきづらいね、もともとつきづらいはつきづらいんだけど、なんか今の方がまあ細くはなったかな。うん、生肉ティーです。生肉ティー。なんかお仕事でさ、沖縄に行けたのがさ嬉しかったね。なんか高校の時は修学旅行で行ったんだけど、大人になってお仕事で撮影で行けたっていうのはなんか、なんか時の流れとその時には、想像してなかった感じ。なんかプライベートでまた沖縄にいつか行くんだろうなみたいな、遊びで友達とかとなんかプチ旅行って感じでなんか行くんだろうなって高校の時は思ってたんだけど、まさか仕事でね撮影しに行くっていうことになってるとは、何にも想像1ミリも想像してなかった。サットンさん、ひろくんさん、ありがとう。でもいつかお仕事で行きたいなって HKT になってからは思ってたんで嬉しいなって感じ。メガアリ何か買いましたか？買ったよ、アリ。何個買ったかな。3個届いたね今。コンタクト、カラコンと、カラコンもう一箱と、あとやはりこれは捨てる。カラコンの箱はちょっと、あれこれ使ってなかったっけ。あ、これか、カラコンと、あとこれか、マスカラだね、ミルクタッチのマスカラ買いましたね。ブラウンのね、なんかロングボリューム、まだ開けてなかった。ミルクタッチなんかいいって言ってる人で、あんまりって言ってる人いると思うけど、まあ安いからいいかって思って、たまにメイクさんから借りるんで、もう使ったことあるからいいや、いいっていうかめっちゃいい感じだった。あれはこれをメイク道具に入れます。1347、ありがとう。47です。今はまあベストか、一番かなんで今日こんなとすっぴんで何もメイクしなくないよ。もうリハもう一日レッスン場いたよ。もう疲れ切ってる、髪の毛もパサってる、変わり者ですな。あとね、他にも頼んだな、なんだっけ、あ、クッションファンデか。クッションファンデはなんか寝起く
なんだっけな、名前前私頼んだことあるんだけど、あの ラネージュのなんかクッションファンデ前買ったことある、また買っちゃいましたね。なんかなくなったので、あの使い切ったので、1年2年前くらいに使い切ってなんか安いからちょっとまた買っちゃおうかなみたいな感じで買っちゃった。うーん、どうだろう、プチプラだからな。でもあと ロム&のグラスティングリップも買ったね。でもどうだろう、似合うかな、色ちゃんとつくかな、わからんな。うん、でも私メイク抜く変えた、ありがとうございます。メイク道具がちょっと多すぎて、なんかポーチが今3個あんのよ。3個あんの、やばない？もう3個はダメだよね。1個でまとめないといけないんですけど、いけないっていうかさ、なんかまとめた方がさ、なんか3個もあったらどこに入れたっけってなっちゃうから、あーちょっとどうしようっていつも、あのうわ整理しないとって思ってるんですけど、整理してんのよ。でもいや心配性で使うかもなーみたいな、いやーこれ使うかもねって言って入れちゃうんだよね。ラネージュいいって聞く、いやいいよ、確か良かったと思う、記憶上では。1年半前ぐらいに使ってたかな、私1、2年前ぐらいに使ってた、夏に使ってた、よれないみたいな、もうでも忘れちゃったんだよね。もう一回ちょっと確かめます、来たら。言ったやつありがとう、ありがとう。3つ持ち歩いて、そう3つカバンに入れてる、いつもあのお仕事カバンに入れてます。あの出かけるときは1個にね、ちっちゃいポーチにまとめるんですけど、お仕事のときは3つ持ってる。大きいメイクポーチ使ってるんだけど、それに入りきらないんだよね。どうしよう、でももう一回整理しようとは思って。このお顔のクオリティです、ピョクシすっぴんだよ、すっぴんだろ、すごいだろっていうことではないです。すっぴんだよ、やばいよっていう感じだよ。3軍までっていうよりかは、なんか全部1軍なんだけど、1軍が入りきらなくてどうしようかなって思って、どうしようもできない、断捨離しなきゃなんだけど、それはそうなのよ。断捨離してるんだけどな。高っぽよ、おいおい、メイクで一番力を入れるのってどこ、どこで、どこだろう。いやーなん、涙袋やっぱなんか可愛い、あった方が可愛いじゃないですか。だからなんか色をなんかあんまりギラギラさせないようにはした方がいいらしい、いいらしいというか、私の目はそう、あんまりギラギラとかあんまり似合わない、ちょんちょんってつけるくらい際にとか、あとなんだろう、ハイライトを私めっちゃ使うんだよね。ハイライトつけてるとなんか、肌が綺麗だねって言われたりするんだ、ハイライト効果で。でもハイライトないともうダメ。タータンさん、国翔さん、ありがとう、10個なんでだろう。一番可愛くないで、だから今日が過去一だったらもうやばいよ。メイクしないでいいじゃん、メイクしないでいいってことじゃん。何も普通だよ、いつも通りだよ。
なんか最近肌白くなったって言われるけどなってないんだよな。でもどうなったのかわかんないな。この配信だとわかんない。ショールームってなんか明るさが違うから。あおいちゃんさん誰が言ってくれた、ありがとう。トリルさんありがとう。少しつけるものが多いから物が増える。そうそうなの、その通り。そう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 、だからちょっと使いちょっと使いするのよ。なんかやっぱなんて言うんだろう、ここだけとか、あとここだけ、こうここだけとかここだけとかもあるじゃん。だからそのちょっと使いでもさ入れとかないとさダメじゃないですか。そうなってくるとまあやっぱ物が多いんだよ。色白ちゃんを認めましょう。え、ちゃちゃ色白って言われるんですけど、あ、じゃあ白くなったね、白くなってはないと思うんだよね。そう色白な方ではあると思う。白くはなってないと思う。何もやってないもん色白になるためのなんか美容液塗ったりとか何もしてないので白くなるはずがないんだよね。 BB さんありがとう。壁くらい白、白くないのよ。じゃあ見えちゃって違う、あのね見え、そう見えんだよ。あと黒のやつを着てると白、いつもより白く白い光飛びしちゃうんだよね。ほらほらほら、ここに手を置いたらねなんか光飛びが抑えられてる。ブルベさんなの確かにさ、え、わかんのブルベとか。ビビさんありがとう。ほらこれがちょっと光飛びしてない、これ光飛びちゃったね。メイクしない方がいいってこと？首周り？首周り？うん。タータンさんありがとう。なんか佐藤さんありがとう。こんばんは。黒の洋服、黒の洋服着るとね余計トーンアップだ。みんなそういう効果がある。佐藤さんありがとう。久々白飛びしてなそうでしょ。ほら今見えた、ほら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 、これとしてないでしょ、見える？ほら見て、この色がだから私黒なの。髪色を見て、こう真っ黒でしょ。ね、確かにスウェットコレーションファンの方がいただいたやつ。黒髪は白く見える、そういうこと？いつもと一緒だよ。今日も可愛い、ありがとう。疲れ切ってますけどリハで。肌綺麗、羨ましい。綺麗じゃない、こう配信だからね、そう見えるんだよ本当に。全然ダメ、うん、ちゃんとお手入れできてない。あのね、お手入れしてない時の方がなんか調子よかったりするんだよね。なんでなの、なんなの
ちゃんとやってる時ほどニキビできたりするのになんかし、なんなの本当にさ。うん、最近ねなんか小麦系をね食べないようにしてるんだけど、意識的にっていうよりかはなんかちょっと気を意識的には今気をつけるぐらい程度でやってたら、もうねニキビがちょっとできなくなってるんで、絶対小麦のせいですね。いつもニキビができるときはもう絶対小麦だと思った私はね。小麦、まあだからパン私はパンを食べるとダメなんですね。だからうん、グルテンフリーとまではいかなくても、なんかパンを食べないように気をつけるっていう謎の、私はあれだよ、謎というかまあそれが合ってる、それわかるね。え本当にね、あるあるなんだよね多分。わかんない、なんでなんだろうね。そのあれね、ちゃんとその保湿とかその気をつけて念入りに美容液とか塗って、もうなんか肌があんまりの時も あるんだけど、全然パッパッパッってチャッチャッチャッって終わらしてる時の方がなんか綺麗かもみたいな。朝はパンしか食べない派です。いやわかるんだよね。だからパン、私米よりパン派なんですよ。そうなるほど。そう、私パン大好きなんだよね。もうパンが好きすぎるのよ。米麺パンの中でやったらもうパンがね一番好きですね。菓子パン大好きけど食べてないの、まあ、買ってないのよ。偉いよね偉くない？偉いよ、私ほんと偉い。パン好きなの食べたいのよ、甘いのとか、うん、そう食べたいんだけど、もう控えてんのよパンマジで。したらでもあんまりパン欲が最近薄まってきました。どんどん薄まってきた。いいぞって感じでこのままね。レチノールとかはさ、そういい、レチノールいいマジで。あのなんだっけ、イニスフリーのやつとかよく聞くけど本当にいいのかな。女子力高いなって思う。誰だ、いやみんな女子力高いな。高いんだよねみんな、女子力高い、みんな高いな。誰だろう、エイツのメンバーだと。女子力、さえちゃんとかナッピさん、この二人は確実ですね。女子力、センスがいいのかただ丁寧にして秒で済ませてあんまり変わらない。いややっぱそう、偉いよって偉いよだ、偉いおじさん来たタータンさんありがとう。おじさんじゃないけどね。マットさんありがとう。自炊されますか？しませんしたいよそりゃ、したいんだけどさ、できる時間がないんだよね。忙しいアピ、ラーメンしたら肌だけは綺麗って言われます。いやすごいよ、だそういう人はそうなの、体質。私はダメ、ラーメンは食べるんですけど、ラーメンはねいいんだけどね。ラーメンはてか、他は他は濃度と結構高くて何した？
濃度低いんだよね、試しやすい。でもさ、濃度低いとさ、すぐに効果現れなそうって思っちゃうね。続けないとやっぱ、いやそういうのってやっぱ続けなきゃな、結局継続だよあれすぐ結果欲しくなっちゃう、そういうの私でもそういうのなんか効果ないともうやめちゃう。さえちゃん花道来た時めっちゃいい顔した。さえちゃんいつでもいい顔だよ、ほんと見習おう。一人暮らしするなら何かアドバイス、アドバイスか、なんだろう、アドバイスね、むずいな、なんだろう、なるべく自炊をしよう説得力なし。いやでもな、なんか自炊した方が高い時あるからね、言うて。普段どんなの食べます？コンビニばっかり。クロちゃんさんありがとう。今日はでもお仕事の時はやっぱお弁当とか出るので、なんかうん、クロちゃんさんありがとう。そうなんだよね、なんかコンビニ、結局コンビニが好き。いやなんか、いや別になんか別なんか、体に悪いよって言われるんです、言われてる人いるじゃん。まあいいじゃん、別にそんな、なんかそんなすぐなんか体が弱くなったしないよねっていう感じで、あんま信じてない、うん、なんか別にちょっとくらいな、良くないみたいな。セブンが好き。ナミナミ大地です。あ、ありがとう。得意料理なんだろうな。得意料理ね。基本はね、なんかレシピ見れば作れんのよ。いや本当本当に本当、いやだけど、あ、シチューです、クリームシチュー。あの味とかこう調節するの得意なのよ私、感覚で。パッタさんありがとう。素質あります、料理人の。素質だけあります。食、うん、弁当食になればワンちゃん、あいちの、うわやだやだ、お菓子作りできる、できる本当に。スイートポテトとかクッキーとか、あの作れちゃうんですよ。うん、だから意外と私できるのよ、できる、うん。でも和食とかね、まあ作れるようになりたいよね、もっと。でもさ、作れてもさ、なんか、うん、まあ一人でこうね、誰か食べてくれる人がさ、なんか私はさ、実家だったらね、みんないるからさ、え、どうどうどうみたいな感じでさ、え、おいしいみたいな感じで聞けるのよ。だからさ、え、おいしいって言ってもらえたら嬉しいから作りたくなるのよ。でも一人で一人前作りやすくなったら、なんか味見もしてもらえないしね、誰にも。なんか自己満でね、まあなっちゃうから、その寂しくなるっていうのがあってっていうのもあるし、まあ普通に
あの後片付けとかめんどくさい、疲れるよね結局。たなんか作って、うん、全部洗って疲れるね。それもね、もうちょっと余裕があればないいんだけど。家が近い長吉のメンバーいない。日向さんだったんだけどいなくなっちゃったので、家が近くて仲良しのいないんですよ。もう家近い、うん、ない。俺がタイに行くから寝に参りよ。怖えもう他のメンバーにそんなコメントしたらもう怖がられるよ。相手は慣れてるけどでそしたら呼んでください、何でも怖がられるよ何でも食べます。うーん、メンバーお家に、そうだよね、なんか自分、うん、あそう3日ぐらい同じものになるけど、3日もそのお仕事あったりするとなんか、あーなんか家で食べる時がない日の方が多いんだよね。便利になって世の中が悪いよ。確かにそうだよね。絡んでくる6期生いないの？絡んでくる6期生？姉ちゃんも近かったね、うん。あ、え、ちょっと待って今何時？あれはもうこんな時間じゃないか。アイディはもう明日朝早いんだよ。なんでこんなにやってんだ本当にね、本当にね、私でもなんかまあいいかっていう感じにしとこう。もうすぐ寝るし、閉店です。村長の朝早い、早いぞー、ほんという間だよね。うん、もっと喋ってたいんだよ本当は、もっと喋っていたい。みんな一村ラジオを聞いてね。57分くらいあります福清さんありがとう、頑張れ、飛び切りのスマイル、イエイ。そう、明日もリハ頑張ります。もう疲れちゃった私。ランキング読みます。13位谷川隆さん、12位スミツさん、11位ナオさん、10位エレハの大好きさん、9位佐藤さん、8位ホコペグさん、7位 BB さん、6位クロちゃんさん、5位ズッキーさん、4位タータンさん、3位 MJ さん、2位国翔さん、1位アオイちゃんさんです。ありがとう、途中で寝すぎてごめん申し訳ないね。足はもうね治りましたね。今お人が強くなりました。なんでなの今日は。全然だよ。やめてよ。こんなメイクもしてない日にさ。なんでなのよ。疲れてても配信する偉いよ。いや、だから疲れてても配信は別なのよ。アイリのストレス発散時間だよ。タイムだよ。みんなに話聞いてもらってるだけだから。ありがとう、遅くまでお付き合いいただきありがとう。今日も
またね、明日ね、バイバイ、おやすみ、またすぐ来い、絶対にな、バイバイ、おやすみ、おやすみなさーい。